カナルツーのアフタートークー。さあ、ということでアフタートーク、はい、今日はね、衝撃、今年これ以上のニュースはないんじゃないかっていう事件、はい、やっぱり、はい、今だって4月の12日ですか、これ今放送終わってアフタートーク撮ってるの4月、まあ、これ、まあ、これ今日は4月9日、4月9日にして、はい、やっぱりその、うん、かやが福山雅治通ってないいや通ってないっていうか、その桜坂をあんまりそのみんなほどは多分あの春の歌として認識してない。いや、えかな、僕、え、桜坂ちょっと歌ってみてもらっていい？入ってないんですよねこれ本当にちょっと申し訳ないですけど、本当にあれ遠くから桜坂から登ってきてるのが見えるよ今。ここは桜坂桜坂、ほぼ合ってる。ここはあるよね。ほぼ合ってる。それでも俺が本編でちょっと歌ったところだから何にも分かってない。いや、これもこれ全然やっぱりこんだけ、まあ、いろんなことを聞いてきたけど、やっぱすっごいよね。その好きなエロ漫画家の先生がプチゴリちゃん先生っていうことは知ってても、この福山雅治の桜坂を聞いたことがないっていうことは、そこを並べちゃうとなんか変な人になっちゃう。すごいですよね。それはなんか人ね。なんかその人によって僕個人的なその才能って。才能というか得意なこと、僕そのだから例えば漫才しないんですかって聞かれた時に、漫才苦手なんですとか怖いんですというか、まあ、うまくないし、やっぱりちょっとなんか喋りで素の喋りみたいなものが分からない、キャラクターがどうしても乗っちゃう、サービス精神とか、なんか明るく振る舞いがちだったりするから苦手とかね。でも歌うのとかも、人前で歌うのとかもあんまり恥ずかしい、恥ずかしい、最悪までではない、好きだけど恥ずかしかったりする、うん、だからできるだけ恥ずかしくないことが才能だなと思うね。コントするのは別にそんなに照れくさくない、でも漫才師の人に聞いたら全然ああそうなの、板つきが恥ずかしいとか言うよね。うん、だこうやっぱ好きな漫画家がエロ漫画家さんがプチゴリちゃん先生っていうことはバーンとオープンにできるけど、やっぱ聞かれたからね、それはね。福山雅治の桜坂を知らないってことはずっとこう箱にしまってたそれが別に意識はしてないけど、福山雅治の桜坂を知らない、うん、これはもうどこにも出したくなかった、うん、そんなことない俺別にその素直に言ったの、これごめん知らないって。いや、これは俺奇跡的なことだと思うんですよね、まあ、だって僕の年齢だと、だって2000何年ですか、2001年とか2年とか、もうでもそのくらい年とかですよ、多分1999年とかそこら辺なのかな。え、福山雅治を全然通ってないってこと？いや、聞いたことある、もちろん福山雅治さんだから、うん、俺は多分その当時のヒットソングに割と疎くて、え、だから本編でもまあ放送されたかどうか分かんないですけど、うん、僕の家は、うん、あのテレ朝とフジテレビが見れなかったんですよ、うん、なんで「M ステ」を見てなかったんですよ。「M ステ」と「ヘイヘイヘイ」が分かる、「M ステ」「ヘイヘイヘイ」を見てこなかったんですよ、うん、確かに「ヘイヘイヘイ」に福山さんは出てたイメージあるな。僕はね、歌版、ああ歌版、歌版で、しかもその好きなアーティストさんが出る、うん、ポルノグラフィティが出る回くらいしか見てなかった。あ、じゃあ音楽を、そうん、ってちょっと待って、じゃあそれはうんってなってくると、うん、そこが本当の理由ではない気がする。これもっと深い話な気がする。ああ、でも M ステがさ、でもみんなその話してるの、やっぱ学校で、うん、で M ステ見たいって気持ちはすごいあったの、毎週、うん、話についていきたいっていう気持ちはあったんだけど、うん、映んないから、うん、じゃあ多分映ったら見てたと思うんだよ M ステは。
そう、映ったら見るだろ。映ってる、映ったら見てたと思うんだよ。だから知ってたと思うんだよ、その時。ヘイヘイヘイとかも多分。TM レボリューションとかは、だから本当にそのグレイとかは、グレイも俺あんまり分かんない。え、ハウエバーくらいしか分かんない。ハウエバーどんな歌？絶え間なく注ぐわ。ちょっと俺がグレイを通ってないことがちょっと厄介。いや、それはちょっと、え、ちょっと待って、グレイとか、やば、俺ついに言えたわ。俺今までね、ずっと隠してたんだよな。それ俺今はずっと隠してたんだよ。何、グレイを知らないということをね、ずっと箱の奥にしまってたん。グレイもやっぱこうやってさらけ出せること、いや、グレイを通ってないんだよな、全然。うん、奥にしまってた、うん、ずっと。グレイもあんまり、グレイのドルし、ラルク・アンジェルも俺ちょっとわかんない。お前今日全部出すつもりやん。別にいいじゃん、別にこれはあんまり知らないですって言うと別にいいじゃん。そんな知らないことを言っていくっていうのは大事だよな。知らない、いや、そういう人いるから、ね、やっぱだから知らないことを知らないって言うって、やっぱり分かんないでしょあんまり。いや、知らない、ポルノグラフィティ、いや、もうそんな、いや、そう、結構分かるよ、結構分かる、結構分かる。ミュージックハネウマライダー、めっちゃ混ざってるな。ミュージックアワーとハネウマ、ミュージックハネウマライダーさ、メリッサ入ってるな。アニマロスも入ってるし、メリッサも入ってる、すいません、うん、まあでもそれで、うん、チョケキメラ作れるくらいには知ってる。チョケキメラ作れるくらいには。でもそうね、オレンジレンジとかもそうだけど。ああ、そうね、オレンジレンジはでも、オレンジレンジはでも結構知ってるかもな、その当時のやつは。あ、オレンジ、なんでオレンジレンジは知ってるの当時。オレンジレンジはお兄ちゃん CD 持ってたんだよね。ああ、そう、アルバム持ってたの。オレンジ色の、その、うん、オレンジが全面に書かれてる。あれ、ミュージック？ミュージック？ミュージックかな、うん、わかんないけど、多分、うん、ミラーボールみたいな、ミラーボールみたいな。あ、ミラーボールか、そう、ミラーボールだ。うん、うん、そうそう、上海ハニーとか入ってるやつ。上海ハニー入ってるっけ？ロコモーション、ロコローション？ロコローション、ロコモーション。え？とか。え、じゃあ待って。え、誕生日が来たら、猫3匹あげるから。ん？猫3匹あげるから、すごいかし。なんだっけ、祭り男爵とか、維新電信とか、維新電信入ってるな、キリキリ舞とか、キリキリ舞、キリキリ舞入ってなかったかな、キリキリ舞入ってないか分かんないけど、でもそこだけは分かるだろ、うん、友達もみんな聞いてたし、うん、え、ロードオブメジャーね、ロードオブメジャー、え、でもお兄ちゃんから CD 借りてて、その中学とかの時に、なんかレディオヘッドとかは歌って、あ、そうね、いや、そうね、オアシスとかね、うんうん、え、オアシスの何は分かるの？オアシスは大体分かる。オアシスは多分大体分かると思うな、うん、え、オアシス、じゃあ、え、じゃあオアシスは大体のアルバムは聞いたと思うな。ワンダーウォールとかってどんなんだっけ、どんな曲だっけ。 Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now we should somehow realize what they got it toI don't believe in anybody feels the way I do about you now. 桜坂は？桜坂。桜坂の方が片言じゃん。その、Whatever とかは？ Whatever て。なんでストリングスの方やるの？I'm free to be whatever I whatever I choose and I'm singing blue spy was マジでさ、本編で播磨坂をね、歌いながら歩いたらどうみたいな話したけど、マジで大合唱になるじゃないそれ。いや、そうね、知ってたらね、大合唱になるね。知ってたらいいよね。ちょ、マジ来年、今日散っちゃったからね、もう今日来ちゃったから、来年のみんなを集めて、うん、大合唱、大合唱。すごいやん。たまに見る、たまに回ってくる、たまに聞く、たまに回ってくる、イマジンとか大合唱してる映像。たまに一人が歌い出したらみんなが歌ってる、あの中心に輝いたらやっぱ見るけどな、やっぱ。
日本じゃあまりない光景ね。ちょっと今日本当にもう赤裸々な回になっちゃったんですけれども、いや普通にねそういうところね、ちょっと明日から単独ライブ頑張りますので、本当にまあ全国のね、あの来られる方来られない方いらっしゃると思いますけれども、もしよければ楽しみにしていただけたらなと思っておりますし、元気に乗り越えたいと思いますので、皆さんも元気にどうかお待ちしております。以上アフタートークでした。ありがとうございます。